あの、居心地良すぎて藤井風さんまで来ちゃうっていうね。誰でも来て良すぎてっていう、その、特殊空間だからあの空間が主人公ですよね。この一番好きな花っていうドラマは、あの4人が主人公っていうよりも、やっぱあの空間あの架空のシェルター的な空間誰でも本当に来ていいんだよっていう空間 あ,あ、公式インスタでピアノあったのが匂わせだったんですよ。なるほどね。このみちゃんのね、誰が悪い、うんぬんっていう話を、あの、イレギュラーな4人がね、キャスト総入れイの4人が喋ってるところで、このみちゃんが、いや、マジでどうでもいいっす、みたいな <laughs>、言ってたところとかもキャラが一貫してて非常に良かったですね。 のみ、えー、ががを忘れたたたいいい人に思っっっててな分かかよそうだね。うん。そうですね。で、僕の感想を、じゃあちょ、ちょろっと先に言っちゃうと、僕はヨヨちゃん中心で見てるっていう話を、あの、無限前かしっていう別のチャンネルでずっと喋ってまして、誰に似てるかっていうと、やっぱヨヨちゃんに似てるなっていうのは自分では結構思ってて、なんか世の中のテンプレートにこう当てはめられそうになりながら生きてるっていうところ。で、まあヨヨちゃんの場合はそれがルックスだけど、僕の場合はなんかそれが、自分で言うのもあれですけど、その、こういう人っていう、まあ、テンプレがすごい、やっぱ僕はすごいあるので、 見た目でこういう人だっていう風に言われる、えー、まあ僕らは嫌な嫌なやつだっていうね、その顔が。 あの、目が細かったりとか、口元が歪んでたりするんで、その、嫌なやつとか、感じ悪いとかっていうのをテレビに出てる時とかにバーって叩かれたりするんですけど、まあ、そういうことですよ。だから逆ヨヨちゃんみたいなことでもあったりするっていう話をこう、いろんなところで、あの、母親との関係性とかねっていうところでヨヨちゃんにすごい似てるっていう話を、えー、してたんですけど、ヨヨちゃん目線でやっぱ紫ちゃんに憧れるっていうのもわかるし、で、紫ちゃんが僕はあの、 出てくる登場人物の中で一番タイプだっていうことを、えー、無限前かして別のチャンネルの方でも喋ってたし、あとツイッターでも喋ってたんですけど、まさか紫ちゃん出てくるとはっていうね。えー、で、高月サラさんっていう人だと僕は特定したんですけれども、えー、この人はあの、バンピーっていうグループで、あの、桜花なみさんとか、松山めやりさんとか、まあ、グループで。 あの、アイドル活動みたいなこともやってたんですけど、今は女優として活動してる26歳の、えー、方だっていうね、この絶妙な、えー、キャスティングですよね。で、紫ちゃんが出てきて、紫ちゃん、紫ちゃんだけっていう、出てきたっていうだけじゃなくて、当時以上に紫ちゃんになってるっていう、紫ちゃんイズム、えー、まあ、できることはできるで。自分が得意だから、好きだからいろんなことをやっているんですけれども、えー、世の中のスタンダードにはこびないっていうところが非常に良くて、紫ちゃんが、 思ったより紫ちゃんになってるっていうので、えー、ヨヨちゃんも嬉しかったと思いますしね。えー、ヨヨちゃんが自分が成長してるつもりでも、紫ちゃんはもっと先に行ってるっていう、えー、ことが非常に良かったですね。はい。で、なんか、高月さらさんっていう、こう、キャスティングも非常にいいなと思って、今田美おさんは、万人にこう、寄って来られちゃうタイプの美人、愛嬌があるタイプの美人っていう、えー、ポジションで非常に、 キャスティングぴったり合ってると思ったんですけど、高月紗良さん、紫ちゃんとして登場した、紫ちゃん覚えてない人も、えー、結構タイムライン見てるといたんですけど、あの、ヨヨちゃんが昔憧れてた人だっていうことをさらっと言ってる回がですね、確か5話か6話あたりであったと思うんですよね。で、会話で出てきただけの人物なんですけど、その人がこうポーンと出てきて、えー、高月紗良さんは、まあ、いい意味であんまりこう見た目が芸能人芸能人しすぎてないっていうか、あの、一般にいるすごい 綺麗で自分の見た目わかってる人、みたいな感じで、そう、紫ちゃんじゃなくて、本当は紫ちゃんねっていうのを僕が言ったら、あの、うぶかたみくさん、脚本のうぶかたみくさんが、あの、インスタグラムのストーリーで、あ、大島さんのイントネーションで本当は合ってますっていう風に載せてくれてたんですけど、え、紫ちゃんなんですよ。紫ちゃんじゃなくて、本当は紫ちゃんなんですけど、え、っていう、でもなんかこう、あだなってどんどんこう、音が変化していくから、紫ちゃんになっていったんだと思うんですけど、なんかあああいうところね、ああいう、出て、 来ないと正直思ってましたけど、出てきてすごい良かったっていうところと、ヨヨちゃんが、あの、相良に対してね、相良が、なんか、生きなはからいみたいな感じでやってくれたところで、結局、なんか、キュンとしちゃったりとか、距離が縮まった感みたいなのを最終回だから演出してくるのかと思いきや、お前が言うなって言って、口悪って言われて、で、その後、あの、家具屋さんのところで、えー、みんなでリビングみたいにしてるところね、あそこで、えー、距離が、心許してない相手にも、えー、口悪く、 言えるようになりましたみたいなことをヨヨちゃんが言ってて、だから結局、サガラに対しては別に許したわけじゃないっていうところを徹底的に貫いていて非常に、あの、良かったなと思いました。はい。っていうのが僕は、僕のヨヨちゃん中心の感想で、まあ、ゴミ袋とかね、ゴミ、動物の餌にするんだって言って、あの、ゴミ、 そして捨てちゃいそうになってた緑ちゃんのところをですね。あの子供が、うさぎうさぎにあげるみたいなことを言ってましたけども、えー、ゴミ、ゴミの下り今回もありましたし、あと、赤田でもゴミ袋をどうするかっていう話ね。えー、っていう話があって、まあゴミ、ゴミ袋とかゴミとかっていうのを、まあ徹底的に美しく回収してくれるっていうところも、えー、非常に良かったと思いますね。うん。で、あとは、やっぱりこの4人っていう関係性が、 こう、排他的でいいのか問題っていうのがあって、それって最初からさ、 一人と日の合う同士で傷を舐め合って内向き内向きに生きていくことっていうのが果たして本当にいいのかっていうことはやっぱり第1話の時点から気になる人は気になってたと思うんですよね。で僕もそれが正解じゃないっていうかそれが正解なんだとしたら第1話でこのドラマは完結しちゃうっていうことになるわけですよね。10話かけて何を描くんだっていう話になっちゃうんですけれどもえ決してそういうわけじゃなくて緑ちゃんから見たこの4人の空間っていうのが4人で成立しちゃってて他の人を寄せ付けない空間になっている。 で、特にですね、一人ずつそれぞれと二人2222 22で関係性を築いてきた、もみ、えっと、緑ちゃんが入っていけない関係性になっちゃってるっていう、四人の内輪空間っていうのが、ちょっと通過すぎて怖いっていう部分もうっすら描写されてましたよね。で、それが、今回、四人が四人で居心地よくいるっていうことを、それすらもう許してあげないっていうですね、うぶかとさんの、この四人への厳しさ。四人に対して優しいんだけど、四人への厳しさっていうところが、これが最初の、 メンバー、キャスト、総入れ替えのところだと思うんですよね。何やかんやあって、友達の輪を広げていった結果、あんま来て欲しくない人も来ちゃってると。うん。でもまあ、それを排除するのもまた意地悪だよな、みたいなことになるわけですよね。だからそれが、4人の、4人でつるんで、ただただ内向きで過ごすことが正解なわけじゃないよね。っていうことの、ある意味のこう、愛のムチみたいな、厳しさっていうのが、まあ非常に良かったと思いますし、てか嘘臭く,くないっていうかね。うん。で、その結果、 最後のあの家具屋さんで注意されるシーンは何なのかっていうと、僕は結局さ、妖キャって何なのかっていう、その陰キャ妖キャっていう言葉は僕はすごい嫌いなんですけど、テンプレ的にね、世の中に存在するカテゴリーっていうか言葉だから、まあ、使うと、その陰キャ妖キャっていう言葉で言うとさ、旗から見るとさ、家具屋さんでさ、集まって座ってるさ、どう見ても家族とかではないさ、ちょい同世代ぐらいの男女4人ってさ、世の中から見たら ちょっと陽キャなわけですよ。っていうさ、迷惑な陽キャになってんですよね、最終的にね。<laughs> 自分たちが繊細ですって感じでつるんでて、いや、我々はしんどいよ。周りのみんなは乱暴だよって言って集まって生きづらさを持ち寄った4人がさ、結局家具屋さんでさ、いや、他のお客様いるんで静かにしてくださいって言われるさ、迷惑者になってるわけですよ。っていうさ、でも別にいいじゃんっていう、その、陽キャを憎んでた4人がさ、 自称陰キャである4人がさ集まってやってることがさ結局じゃあはから見たらちょっとさいけすかない迷惑なことになってるっていうことがさあのどんどん循環構造になっていくっていうか自分もはから見たらそうかもしんないしだからって別にそういう人たちのことをくくってさ悪く言ってた彼らも彼らじゃんっていうことになってくるわけで4人にやっぱり感情移入するけどでもこの4人にも4人でさ なんか、しょうもないところってめっちゃあるしさっていうことをやっぱ徹底的に描いてくれた作品で、で、最後の最後、同じ結論になってるようでいて、でもこの10話かけてこの4人が社会と向き合おうとして、まあ、圧力とかもあったりとか、前に進もうとして進めない部分もあったりとかして、でも結局家に戻ってきてこの4人の、えー、部屋があるから、 自己開示できた部分。で、その悩みを言語化できた部分。悩みを分解できた部分。えー、悩みを共有しようとして、ちょっと衝突した、みたいな、えー、部分も含めてですね。でも、社会との向き合い方は、最初と比べると、ちょっと変わったよね。ちょっとだけ変わったよね。人と話すことによって、ちょっとだけ変わるかもしんないよね。変わんないかもしんないけどね。みたいな話だと思うんですよね。うん。だから、やっぱりその、なんかが変わった方がいいかなって、思ってない人からしたら、 何にも変わっっててないいじゃんっていうか本当に結論ありきのさいやそんなん簡単な話じゃんって言って乱暴にこう数字とか世の中に与えられてる多数派が求める価値観の物差しで生きていこうって腹くくってる人からしたらまあどうでもいい話なんだとは思うんですけど。 え、でも、ちょっと何か喋ることによって何かが変わったらいいなっていう希望を持ってる人たちにとっては、本当に希望のドラマだったなと思うし、あの、希望を与えすぎるっていうことの乱暴さっていうことにもすごく、あの、配慮されてる作品だったなと思うっていうのが僕の総括ですね。1300人の方が見てますね。え、斉藤由紀さん出てこなかった。斉藤由紀さん、でもね、あそこはね、もうね、ヨヨ,ヨちゃんの話っていうのはかなり特殊で、 僕はね肉親の話っていう意味でもヨヨちゃんはねやっぱりねこの4人の中では結構ね特別扱いされてるなと思いましたねうんあで貴子ちゃんとホズミ君の無邪気なやり取りとかはねもうあれはだいぶ分かりやすくその赤田と牛尾の赤田行方のもうそのまま次のネクスト赤田行方って感じですよねで赤田小太郎と牛尾行方さんも結局さ妻と、まあ、話せば分かったわけじゃないですか で、妻側も「いやいや女の人だから気持ち悪いからやだ」「密室にいないで」っていう風に押し付けてきてたけど「いや女の人」っていうカテゴリーで牛尾さんを見てたけどあれでもよくよく聞いたらさ牛尾さんってさあれ結婚喜んでてくれたわけだよねみたいな。で小太郎も妻が行方について責めてくるからビクッてなって緊張して、なんかこぼしちゃったりとかしてましたけど妻が行方について聞いてきてるから責めてきてるとは限らないっていうことにまあ気付くわけですよね。 だから、女の人だからこうとか、行方の話だからこうとか、相手が、この話題だからこう言ってくるんじゃないかっていう、身構えてる方が、まず話を止めてるっていうこともまああったりするわけですよねっていうことで言うと、あの赤田、えー、夫妻の場面っていうのも非常に良かったですし、えー、そこから、子供できたのっていう風に、早とちりして、テンション上がっちゃうっていう、その行方ちゃんから、赤田が、まあふと気づくわけですよね。 あ、そういえば結婚の時だってお前やっぱ異常に喜んでくれてたよね。そもそも結婚めっちゃ喜んでくれてたわけだよね。みたいなところで、小太郎が来るにあたっても、ちゃんとあ田たは妻に説明してきたわけですよね。だから、妻に対しての行方との関係性の開示っていうことも、小太郎はまあ丁寧に丁寧にやってるわけですよね。前に別れ話をしに来た時も、ちゃんと話した。なんもないってちゃんと話した。って、小太郎は言ってたわけですよ。行方に対して。 何もないじゃん。しょうもなって、ゆくえちゃんが言ってるのに対して、ちゃんと話した。ちゃんと話したけど伝わんなかったって小太郎は言ってるわけですけど、でも、足りなかったわけですよね、その時点では。で、その時点で思ってる時間の配分で言うと、ちゃんと話したつもりでも、いや、一日でちゃんと話す。一日でゆくえと次にやるまでちゃんと話すっていう、 ことじゃなくてさ、時間をかけて、今日話して伝わんなかった。来週話して伝わんなかった。1ヶ月後話しても伝わんなかった。でも、気づいたら、ワンシーズン置いて話したら伝わるみたいなこともまああったりするわけですよね。っていうところも、赤田夫妻のところ非常にリアルだったし、うん。だから、えー、ほぞみくんときこちゃんが今後どういう関係性になるかわかんないし、まあもしかしたら、なんか、コミュニティが離れたタイミングで、一回疎遠になっちゃうとかそういうこともまああるのかもしれないけれども、まあでも、 赤田と行方が大丈夫だったんだからさっていうことがまあキコちゃんの希望でもありますよねうん、えー、赤田の奥様がゴミ袋の袋を再利用するのが行方ちゃんと一緒そうだからそういう部分もなんか敵だというふうに見なしてるっていうか排除すべき敵だというふうに見な,見なしてるけどいやでも仲間っぽい部分もあるんだよねみたいな話ですよねうん